NHK から国民を守る党、石岡隆二、45歳。神奈川県座間市立座間中学校卒業。私立相模原調理師専修学校卒業。元海上自衛官、調理師。では、石岡隆二さんの政見放送です。皆様こんにちは。 NHK から国民を守る党です。 NHK から国民を守る党の一丁目一番地の政策は NHK の放送のスクランブル放送化でございます。 NHK がスクランブル放送をしないから受信料を支払わずに NHK を視聴することはまかり通ってしまうんです。正直に受信料を支払っている方々がいる一方で、受信料を支払わずに見ている人もいます。不公平だと思いませんか？ NHK の受信料は放送法16条のもとに設立された法人である日本放送協会が放送法15条の目的、公共の福祉のために行っている放送です。公共放送と言われるゆえんだと思います。 NHK の受信料はその分担金と言っていいと思います。もちろん様々な事情により負担が厳しい方々もいらっしゃるでしょう。そういった方々のためにも受信料の減免制度は必要だと思います。しかしながら、正当な自由によらず受信料を支払わずに NHK を見ている人もいます。正直に受信料を支払っている人たちはどう思われることでしょう。私はスクランブル放送をすればいいと思います。受信料を支払わない人には電波を止める。電気やガス、水道だって料金を支払わなければ止まってしまいます。 NHK の放送スクランブル化に向けてこれからも取り組んでまいります。 NHK から国民を守る党をどうぞよろしくお願いいたします。秋田県選挙区 NHK から国民を守る党、石岡隆二さんの放送でした。